では62ページをご覧ください。今度は四角の6で脅迫について見ていきます。まずはその意義です。脅迫とは害悪を告知することによって相手方を維持させることを言います。簡単に言うと人を脅すことです。では脅迫の効果です。脅迫による一表示は取り消すことができます。第三者が脅迫を行った場合には相手方がその事実を知って っていたか否かにかかわらず一生字を取り消すことができます。ですからこれは詐欺とは異なります。そして第三者との関係です。丸の1。取り消し前の第三者との関係。脅迫による一兆字の取り消しは取り消し前に現れた善意の第三者にも対抗することができます。これも詐欺とは異なります。そして丸の2。取り消し後の第三者との関係。 取り消し後の第三者と表者との関係は対抗問題になります。取り消し後の第三者との関係については詐欺と同様ということになります。でそれから、絶対的脅迫による一表示脅迫によって完全に意思の自由を失ってなされた一表示は、表示に対する内心的公開詞を書き、取り消すまでもなく当然に無効です。脅迫については以上で63ページをご覧ください。 ここにはですね、意思の不存在と可視ある一生児のまとめの表がありますので、読んで確認しておいてください。では、64ページをご覧ください。四角の7で、一生児の効力発生時期と受領能力についてです。一生児の効力発生時期。丸の1、到達主義の原則。一生児は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます。 到達とは、一生児が相手方の勢力圏内に入ることを言います。郵便物がポストに投入された場合はもちろんのこと、本人の住所で同居の親族が受領しても到達となります。丸の2、到達の犠牲。相手方が正当な理由なく一生児の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであったときに到達したものとみなされます。 では、丸ノスさんで、表依者の発信後の死亡等についてです。一生児は、表依者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、または行為能力の制限を受けても、その効力を妨げられません。これが原則です。こちらに例外もありますが、この例外についてはですね、今読んでもよくわからないので、契約について勉強した後で読んでおいてください。 では、丸の四例外としての発信主義です。相手方の再国に対する制限行為能力者側の格闘については、到達主義の例外として、一生児を発信したときに効力が生じます。これはよろしいですね。すでに27ページでやっております。では、65ページをご覧ください。工人による一生児です。一生児をすべき相手方が誰であるかわからない場合や、 相手方は分かっていても、その所在が分からない場合には、一生児を到達させることができないため、一生児の効力を発生させることができません。そこで、このような場合でも一生児ができるように、工事による一生児が認められています。工事による一生児は、最後に官報に掲載した日、またはその掲載に代わる掲示を始めた日から、2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされます。 まあ、ちなみに、この刑事というのは裁判所でなされます。ただし、相手方を知らないこと、またはその所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力は生じません。では、一生児の受領能力です。丸の一、意義。一生児の受領能力とは、相手方の一生児の内容を理解することのできる能力を言います。 受領能力は自ら積極的に一生児をする能力である行為能力よりも低い能力で足りるとされています。受領能力を制限されるのは一子無能力者、未成年者、成年非貢献人です。ではまるのに、制限受領能力者に対する一生児です。一生児の相手方がその一生児を受けたときに一子能力を有しなかったとき、 または未成年者、もしくは成年非貢献人であったときは、その一生児をもってその相手方に対抗することができません。つまり、医師無能力者、未成年者、または成年非貢献人に一生児をした者は、その一生児が到達したことを相手方に主張することができません。ただし、次の者がその一生児を知った場合には、表依者は一生児の到達を主張することができます。1. 相手方の法廷代理人。 2. 意思能力を回復し、または好意能力者となった相手がだということですね。これらが一表示を知った場合には、表意者は一表示の到達を主張することができるということになります。以上で一表示については全て終了です。63ページの表に書かれていることは必須です。ですから、しっかりとマスターするようにしてください。